こんにちは。さて、初めまして、レールフリー第3回モード、しかも、バランスモード、レールフリーズ。第2回モードから7ヶ月ぶりのモードだね。ずいぶんご無沙汰ね。僕たち、レバーが年に2回しかないね。おいらんなら。さて、今回は何するのかな。今回も、レールに関する情報を、バランスお届けします。ふらすだねー。だけそれじゃあまず、一つ目。アクリルキーホルダー。第2弾、制作決定。決定。すごそうに、ドームバズレラ、このアクリルキーホルダーですが、皆様からのご好評により、第2弾が制作されることが決定しました。まだ俺は見らんねんね。いいことやる。よかったんだってね。第2弾でも、レールを受けるよう命令がデザインされる予定です。意義もあるね。こちら時期はまだ未定ですが、図工をご期待ください。デザインがまだだもんね。時間ないからね。それでは、2つ目、第2の年齢格の新情報です。あ、まだ見ぬようなものがあるんだ。あるよ。頑張って作ってるんだよ。シルリートの情報は、まず見てるから気がないよ。新の字だ。それで、何があるのかな。カグの新情報については、短い動画が用意されてるので、そちらをご覧ください。ちげーわいよいよ新情報があったね。正規版に向けて順調に制作が進んでるみたいだね。いよいよ完成も間近なのかな。本当に画像リリースできるの？わからない。さて、今回の記念はこんなところです。見れないね。ところで、レイ君、気が付いてる？はてな。来年はついに、レールレール10周年なんだよ。嘘やろ。10周年に向けて、すでに利用の計画があるみたいだよ。だから、今年は情報少なめなのね。来年に食べてきたいからね。気合いとるわ。それでは、今回はここまで。またねー。